はい、どうもこんにちは、オーケストラの指揮してます平林亮と言います。ですね、まあ指揮法とかもしくはピアノなどの楽器ですかねの上達とか、もしくは外国語英会話とか読書法とかも関連してくるかと思うんですけど、ちょっと学習のねプロセスっていうことに関してお話しさせていただければと思います。学習のプロセスね、まずなんだ、例えば英会話で言うと、最初に日本の学校だと中学とか高校で少しずつ基礎的な、まあ文法みたいな内容を習っていく、まあ、高校ぐらいまで行くとね結構コンプリケート、複雑になっていった記憶があるんですけど、そういう中でね実践で会話するってなったら、読み書きとか文法の問題得意な人でも、まあ、話せないんですよね。だから論文とか読む学者さんでも、会話は会話で慣れてなかったら思うように話せない。僕もその英会話を習うってことができなかったんで、一生懸命ね英語を話せるようにと思ってなんか文法書とかやってたんですけど、それとこれはまた別ですよね。当然ね、皆さんもご存知の通りで、楽器の演奏でも同じで、まあ例えば僕指揮するんで指揮法っていうことだと、やり方をやっぱり文法書を見て、なんだろうな、文法書を見てこの場合なんだっけとか、複数形にならないんだっけとか、なんだっけ、はずだっけ、はぶだっけとか、この構文は何々、こう教科書を紐解かないといけない状態っていうのは実践として使えないっていうことですよね。で、実践として使えるっていうことは、もういわば体が勝手に動くっていうかですね、反応する運動としてそれができるっていうような感覚ですよね。作家佐藤正治氏によると、語学も数学もその実践的な学問なので、なんかそういうのをギリシャ語でねテクネーっていうんですって、テクネー。まあそんなことで、例えば指揮法の場合、ここはどう振ったらいいかとか、その頭でこういわばね左脳的に考えてるレベルとか、こういう場合こう振るとか、この技術で振るとか、ここは何楽器に合図をするとかいうのを、考えてるレベルだと多分思うように振れなかったと思うんですね、僕にしても。なのでだんだんやっぱりそれでも私なんかでも、まあ、それでも年数を重ねてくると、本能的にどうすればいいかっていうのを、まあ、考えないで動かすようになってくるんですよね。これがまあ、どの分野においても技術技を磨くってことですよね。まあまあ英会話は相変わらず多分非常に限られたボキャブラリーでね、なんとかやってるんですけど、それでも、まあ、簡単、よく使うフレーズだったら、考えないで一応、まあ、出てくるようになったんですよね、昔に比べると。すごい簡単なことしか言ってないと思うんですけどね。でね、特に、日本人は、例えばクラシック音楽に対して、その技術的にどうするかってね、その外国の輸入文化なんで、まあ、分析して技術をどう高めるかってことを考えるんですよね。まあ僕もそんなことばっかり考えてるんですけど、まあそうした場合、その技術分析で技術的にどうするかっていう、この学習するっていうところから、なんだろう、それが本当に自分の技っていうか、その、まあ、体と一体化するっていうかね、技術が。そこまで、行ってないと、いつまで経ってもその、教科書的っていうか、教科書に書いてあったことに習ってっていうところで、そうしてるうちはなかなか自分自身もまあおぼつかなかったと、まあ、思うんですよね。で、多分読書とかですら一緒で、読書法
とか探求するの好きなんですけど、読書法がどうのこうのって何かの読書法を意識して本が早く読めてるかっていうと、多分本が早く読める人ってそんな読書法なんか意識してないですよね。自分なりのなんかコツっていうかやり方みたいなのみんな本能的にね得得してるんでしょうけど、それでもなんだ、もうそれが斉藤隆先生のね、作家の言葉で言えば技化されてるっていう、まあ、とこに言ってると思うんですよね。仕事で例えば読書から情報を得る、読書からなんか仕事のエッセンスを得るっていう達人の領域になってくると、全部それは本能でやってることで、うん、かえってそれを具体的にね分かりやすく説明しろっていう方が難しいかもしれないですよね。まあだからそのどの分野でも天才っていうのは人に教えるのが、まあ、苦手っていうことが言われたりしますよね。自分たちは無意識でやっちゃってるから、そのどういうふうにそれを、学習してね、どういうプロセスで、習得していくかっていうことを分かりやすく説明するのが苦手っていうことですよね、天才っていうのはね。うん、で、まあ、天才はさておき、私はまさにそれをまあ説明しようとしているわけなんですけれども、とりわけ演奏においては、もう演奏って本当に何ていうの、まあ、最終的には感性の世界以外の何者でもないんですよね。芸術はまあ美であったり感性であったり、別の言葉だとインスピレーションであったり、何らかの神秘性であったり、まあ、感覚であったりひらめきであったりっていう分野なんで、最後の最後まで演奏中に佐野を働かすっていうよりは、準備する段階でね、いかに効率的に練習するか、効率的に習得を曲の習得をするか、もしくは楽曲の構造なりちゃんと書いてあることを把握する、それは作業的な意味でちゃんと音楽を勉強するとか、その曲を習得していく、むしろ準備のプロセスの方には論理的思考というか、いわゆる左的左脳的思考っていうのは必要だと思うんですけど、最後舞台に上がってしまったら、あとはもうねゴーっていう感じで行くしかないので、そこでね、そこでまだその教科書的にここはこう振ってっていう、左側が動いてるとなかなかやっぱりしっくりこないとこがあるかもしれないですね。演奏会は本当に何ていうか消化させるっていうかね、一発勝負なんで、いわゆる右脳的発想っていうかね、今日その時その会場でそのお客さんの雰囲気でそのピシッと一番ハマるところにこのなんだ打球を飛ばすみたいな感覚が必要でね。うん、僕もそのなんか技術とかメソッド探求するのがまあ趣味っていうか好きなんで、どういう技術だどう振ったいかってことはまあうやうや考えてたと思うんですけど、昔ほど、やっぱりね、何も考えない方がうまくいくんですよね。うん、それは器用でないなりにもそれでもね、十数年やってると経験が積み重なってきてっていうことでもあると思うんですけど、同時に今もお伝えしましたように、芸術は感性感覚の方で最後勝負するんで、そのいつまでもね、練習や学習プロセスで使っていたここはどうするんだっけ、ああするんだっけっていうこっちだと最終的になんか十分に力を発揮できないっていうかね、戦えないっていうまあところがあります。うん、なんでね、外国人の方前にして文法書とかね、単語帳とか電子辞書とか取り出せないのと同じで、もうそうなったら本当に、まあ、その場の直感っていうかね、まさに、まあ、一発勝負真剣勝負っていうことでね、あんまりそのなんだろうな、技術的に習ったことやここをこうするっていう取り決めをやるのではなくて、その純粋にね、その音楽をその最も自分の感性に響く、お客さんの心に
響く形で演奏するっていう、その音楽のまあ芸術性、もしくは音楽の音楽性、それ自体にまあ没頭するっていうことがまあ大切になってくるのかなと思います。うん、学習のプロセスで必要な、脳というか頭脳というか頭の使い方と、それをね、技化していって自分の筋肉体としていくっていうことは、考えてやるってことじゃなくてね、もう本能的に体が動くっていうことであって、特に楽器の演奏とかねの本番なんてもう感性で勝負するしかないので、最後はただその準備のプロセスでちゃんときっちりとした爪の甘くない準備をしてないと本番でも力発揮できないんで、まあどっちの要素も必要なんですけどね。ただまあ使いどころが、頭のねその使い方にも使いどころ、その時々に応じてまああるかなっていう話ですね。うん、心の赴くままに最後は、まあ、演奏するのが一番いいというか、はい、なとこでした。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。